ゲオルク・イエリネック・ゲオルグ・イエリネックは19世紀ドイツを代表する広報学者。その立場は法実証主義に連なるものとされているが、法の存在条件を社会的事実に求める英米的法実証主義とは異なる大陸系法実証主義に分類される。息子に行政法学者バルター・イエリネックがいる。イエリネックは 代表的な著作、ダイアークレールン・レアメンシェン、ウント・バーガークタの中で、法に対する国家の自己拘束理論を唱え、絶対主義的君主主義に反対して、人権の確立に努めた。彼は、当時のフランス革命に対する論争については、革命理論がルゾーに直接的に追っているにせよ、アンシャン・レジームなど、フランス特有の伝統に重点を置くのを批判して、 イギリス革命やアメリカ独立革命との関連で解かれるべきと主張した。1851年6月16日、ライプツィヒで生まれた。彼の父、アドルフ・イエリネックは著名な立法学者で、ユダヤ教徒であったが、彼自身はキリスト教に改修した。16歳の時にアビトゥアを取得し、ウィーン大学、ライプツィヒ大学、ハイデルベルク大学で学んだ。 1872年に哲学博士の学位を得て、ウィーン大学やバーゼル大学、ハイデルベルク大学で教壇に立った。しかし、改収ユダヤ人であったことから、ウィーン大学教授の地位に就くことを妨害されたとされる。は、ウィーン大学教授になっている。1893年より執筆が始められ1900年に、刊行したアルゲマイネ・シュターツレールは、 日本の天皇制限主権論にも影響を与えている。なお晩年のハイデルベルク時代にハンスケルゼンや上杉新吉が彼の下で学んでいる。晩年は病気がちであったがイタリア、ノルウェーなどへ旅行に出ている。また、1907年より1年間ハイデルベルク大学の副総長を務めた。1911年1月12日、ハイデルベルクで死去。ありがとうございます。